礼儀正しくクリーンなイメージを持たれることも多い日本人サッカー選手ですが、実は悪童と呼ばれる選手も存在します。今回は試合中のラフプレーからピッチ外での素行不良まで様々な悪童たちを紹介していきます。まずは悪童といえばこの人と言っても過言ではないほどラフプレーで有名な元 J リーガー森友介の紹介です。彼はプロサッカー選手時代、退場の多さからクラブの入退団を繰り返していました。 J2 だったベガルダ仙台に所属していた彼は不動のサイドバックとしてチームの J1 昇格へ貢献しますが、翌年累積警告、退場の多さで登録抹消、つまりクビとなってしまいます。その後川崎フロンターレに所属した森はセレッソ大阪戦でベンチから暴言を吐き、試合に出場していないにもかかわらず退場。横浜 FC 戦では途中交代の際にピッチ近くにあった給水ボトルを蹴り飛ばし2枚のイエローカードを提示され退場となりました。森の悪童っぷりはまだまだ加速。アルビレックス新潟戦では松下俊弘の顔面に左肘を当て一発レッドカードで退場。しかしこの判定に納得がいかない森は大激怒。スタッフを振りほどき大声で叫び続ける振る舞いが暴行、脅迫及び一般大衆に対する挑発行為であるとして2試合の出場停止処分となります。さらに FC 東京戦では後に日本代表でブラボーな活躍をする長友佑都選手に対しても肘打ち。そして同年のナビスコカップ決勝で FC 東京と対戦して敗れ準優勝に終わり、その表彰式で一部の選手が非常識な態度を取ったことでチームとして準優勝賞金5000万円の全額返上を決める事態となったのですが、この時特に問題視された森はというと表彰式でガムを噛み、関係者の握手を拒否、メダルもさっさと外してしまうなど、まさに悪態のオンパレード。当面の間試合出場を自粛することとなったのでした。さすがに反省したかと思いきや、翌年のジュビロ磐田戦では審判から見えていないボールもないところで相手選手を蹴り飛ばして2試合の出場停止。さらにナビスコカップ磐田戦で試合が始まってすぐにまた同じ選手に非常に悪質なタックルを仕掛け骨折させてしまいます。 J3 の SC 相模原へ完全移籍するとグルージャも盛岡戦で倒れている相手選手に膝を押し付け足を踏みつけ、当然ながら一発退場。これで史上初の J1J2J3 全カテゴリーでの退場経験者となってしまいました。さらにレノファ山口 FC 戦でもお得意の肘打ち、これで自身通算14度目の退場処分となり J リーグ最多記録を更新したのでした。次に紹介するのはサッカー関連メディアへの出演も多い大久保嘉人さんです。彼は J1 最多得点の191ゴールを記録するなど多くの実績を持つ日本を代表するフォワードでした。しかしピッチに入ると闘志をむき出しにしてプレーすることから J1 で最多のイエローカード104枚を提示されるという記録も持っています。川崎フロンターレに所属していた際のガンバ大阪戦では激しく競り合う中、大久保の肘がガンバ大阪の宇佐美貴史選手に当たって顎から出血。勢いよく大久保に詰め寄った宇佐美選手に対して点を取ってから言えよ、それでも代表かと悪態をつき、両チームの選手が取り囲みあわや乱闘となる騒ぎとなったのでした。2021年、セレッソ大阪に所属していた大分トリニータ戦では日本屈指のストライカーらしい素晴らしい抜け出しを見せましたが、並走してきた相手選手の腕を抱え完全にロックしたまま離さず相手選手を投げ飛ばすように転倒。腕をロックしたまま投げ飛ばすことは大怪我をする恐れもあり、格闘技でも禁止されているほどの危険な行為なのです。かなり悪質なプレーですが、この時は VAR の介入もなくカードも出されることはありませんでした。この一連の騒動に SNS では多くのファンが批判コメントを投稿。しかし大久保本人はこの批判コメントにいいねを押し、さらなる批判を浴びるのでした。続いての紹介は乾隆史選手です。日本代表ではワールドカップでゴールを決める大活躍を見せ、ヨーロッパ最高峰のリーグであるスペインラリーガでも活躍した日本屈指のテクニシャンとして名高い選手です。しかし負けず嫌いな性格で感情をあらわにすることもあり、自分はメンタルに左右される部分が大きいと本人も語っています。2011年、セレッソ大阪に所属し史上初めて ACL で実現した大阪ダービーに先発出場した乾は前半のみで交代を命じられ、ハーフタイム中にシャワー室のガラスを叩き割ってしまいます。
手からは流血、監督は激怒、1週間の謹慎と公式戦4試合の出場停止処分を受けたのでした。海外を経てセレッソ大阪に復帰した後の柏レイソル戦ではキャプテンとして先発出場していた乾は途中交代を命じられ不満をあらわにします。乾をねぎらった小菊昭雄監督らの手を払いのけ、サポーターからの声援に暴言を吐き、それを止めようとしたスタッフに対しても暴言を吐き続けたのです。試合後の控え室や風呂場でもチームの規律、秩序を乱す行動を取り、チームの輪を乱す行為だとして公式戦8試合の出場停止と1ヶ月間のチーム全体練習への参加禁止処分が下されたのでした。全処分が解除された後も乾選手は練習に姿を見せることはなく、選手とチームの双方合意の下で契約解除が発表されました。最後に紹介するのは国本貴弘選手です。日本代表の冨安選手とともに U19 日本代表に選出されるなど、その才能には10代から多くの視線が集められていましたが、不祥事により契約解除を繰り返しクラブを渡り歩く若き悪童でもあります。浦和レッズユースに所属していた時はトップチームの練習にも参加、16歳で天皇賞のモンテリオ山形戦に途中出場から得点を決め、クラブの公式戦最年少出場と最年少ゴールの記録を更新。しかし浦和で馴染めなかったことや不祥事を起こしたことにより契約解除、退団となってしまいます。地元に戻りアビスパ福岡へ加入した国本は J リーグデビューやリーグ初得点など順調に躍進、翌年には J1 リーグ戦20試合に出場し、天皇杯では2試合で3得点を決めました。さらに U19 日本代表に選出されるなど今後の活躍にも期待が高まっていましたが、次の年契約条項に違反する出場風紀を乱す行為があったとして、またしても契約解除となってしまいます。クラブは詳細を明らかにはせず、法に触れることではなくクラブの中での話としていますが、これにより日本でプレーすることは難しくなってしまうのでした。次に国本が選んだのは韓国。 K リーグのキョンナム FC でのプレーを経て K リーグ1のチョンブクヒョンデモータースに移籍。この強豪クラブでもチームに欠かせない主力選手となる活躍を見せます。国本はインタビューで、自分が過ちを犯した時助けてくれた人たちがたくさんいました、その人たちのためにプレーと結果で恩返しをしなくちゃいけないと感謝の気持ちを語っていました。しかし2022年7月、国本は飲酒運転で逮捕されてしまいます。 K リーグから60日間の出場停止処分を課せられ、自身3度目の契約解除となりました。韓国メディアは国本は頻繁な飲酒によりスタッフやチームメートから自制の要請を受けていた、トレーニングを無断欠席するなど規律を破る行為まで行った、チームの雰囲気を害する存在だったと報じました。助けてくれた人たちに、これはなかなか凄まじい恩返しです。その後ポルトガル一部のカーザピア AC に加入し主力選手として活躍しています。不祥事からの退団を繰り返しているのに、なぜかステップアップしていくのはこの才能を世界が放っておかないといったところでしょうか。悪童と呼ばれる選手たちはいかがだったでしょうか。相手を負傷させたり関係者にも迷惑をかける行為は決して許されるものではありません。しかし彼らもまたその話題性から日本のサッカーシーンを彩り記憶に残る選手となるのでしょう。